人生奈落の底に落ちたけど引き寄せ風に這い上がった。俺49歳で人生奈落の底に落ちて引き寄せ風に這い上がったぜ。今51歳、今年はさらにブレイクするぞ。年齢なんて関係ない。もう少し若ければと思うと若くないから叶わないを引き寄せちまうぞ。カーネルおじさんは65過ぎてブレイクしたんだぞ。なぜ奈落の底に落ちたのか、なぜ這い上がったのか、考えるところを書いてちょ。今までにも書いたことがあるんだが、ヘマ、逮捕、解雇、離婚、借金、鬱、自未遂と際どいところまで行った。引き寄せや自己啓発もいろいろやったが、なかなか思うようにいかなかった。怪しいセミナーにも行った。金が続かなくなった。でも、こうなるんだと決め、動いた。手当たり次第に行動した。そうするとシンクロが本当に起きてきた。今、事態が大きく変化してきた。それを楽しんでいる。こうなると決めたら、それに向かってとにかく動いてみること。そうすると、何かが起こってくる。くどいが年齢は関係ない。4年くらい前のスレだけど、奇跡の起こし方というスレがとても参考になりました。最初に引き寄せや自己啓発がうまくいかなかった時と、こうなるんだと決めて行動した時では、やってることは違ってたんですか？一見行動としては同じに思えるんだけど。説明不足でしたね。うまくいかなかった頃は、引き寄せにしても自己啓発にしてもいろんなことをやりすぎた。美味しいと評判の調味料を片っ端から使ったので、味がめちゃくちゃになった。で、改めて塩コショウだけにしてみたら、これが一番美味しかったって感じ。つまり、テクニックや方法論にこだわりすぎていた。そればっかで行動をしていなかった。何していいのかわからなかった。そのうちしんどくなったので、あれこれするのをやめた。寝る前のアファとかね。ただ、こうなるんだってことだけは心に決めて、弱気なんかの否定的感情が頭をもたげても、大丈夫、なんとかなるって打ち消してきた。すると、あの人にメールでお礼だけでもしとこうとか、たまにはあそこに電話してみるか、などのインスピレーションが湧いて、そうしたら、つまり行動。そこから事態がワンワン動き出したのよ。なるほど。家でゴロゴロしてても、望んだものがいきなり目の前に現れる魔法ではなくて、確たる信念を持って行動すれば結果がついてくる、みたいなものですかね。いささか松岡修造的ですが、自分ならできるという信念を持って行動すれば、運などに助けられながらも結果を得られるのではないかと思うようになった。その辺どうお考えですか？確かに弱気になっている時にそれを打ち消しているとインスピは湧いてくる。それを行動に移してもなしのつぶてなので、またうーんと考え込んでいるとまた別のインスピが湧いてくる。さっきまでは思いもつかなかった別のアイデアが浮かぶ。それを行動に移すが、やはりまたなしのつぶてを今繰り返している感じ。なかなか事態がワンワン動き出すには至らず、相手のあることなので、相手が無反応だと相手は一体何を考えているのだろうと悪い方にばかり考えが進み、最悪の結末まで想像してしまう。また湧いたインスピもそれを行動に移したら相手がどんな反応をするのかが見えないことが多く、行動に移した方がいいのか悪いのか判断がつかなくて悩む。先週の土曜日に降って湧いたような難問なんだけど、悩まされ続けている。でもこの書き込みのおかげで、手当たり次第に動く、弱気になっても大丈夫だと思い込んでそれを打ち消すということが学べたので感謝。感謝していただいて感謝、笑。私の場合ですが、インスピレーションによっては今は行動しないという選択もありました。手当たり次第に動くというのは初動期においての行動で、特に相手のある場合は次の行動を見送るという行動もありましたよ。例えば仕事関係ですが、とりあえず A さんにお礼のメールでも出しておこう。返信が来ない。でもしばらく放っておこう
ある時、ありえないシチュエーションで偶然ばったり会う。 A さんが、この間はメールもらっていて返信もせずにごめんなさい。気になっていたんだけど時間が経つとかえって返信しづらくなって。ちょっと引け目を感じている A さんからプロジェクト参画への打診が、後日契約ってな感じです。ご参考になれば。まさに流れに身を任せる典型的な成功例ですね。元気をいただきました。ありがとうございます。少しはお役に立てた方がいらっしゃるようなので嬉しいです。本当にシンプルですよ。 1. 願望を整理する。これを抽象的にしない方がいい。僕の場合はどん底だったので、一流の〇〇になって年収1500万早期達成。 2. 忘れないようにする。宝地図、断言法、紙に書いて貼り出すなど何でもいい。僕の場合は断言法を気が向いた時に。 3. くじけそうになってもなんとかなる、絶対叶うと思い込む。これが一番難しいかもね。僕はセドナなんかのメソッド活用と感動できる何か、本、映画などに浸ることでクリア。軽い運動もいい、瞑想、僕はインサイト CD 使うもいい。人によってはポノポノもありかな。あと大事なことは成功者を称賛すること。妬まない。テレビに出ててもチャンネルを変えない。 4. 行動する。とりあえずちょっとだけ思い切ったことをしてみる。しばらく会っていない人にメールするとか。だらだらするのは良くないと思う。間違いなく言えるのは、じっと布団に入ったままで叶うことはないっていうこと。するといろんなことが起こってくる。いや、実はもうすでにそれらは起こっている。かなりの頻度で、それに気づいて反応する。すると連鎖的にまた何かが弾けたように起きてくる。よーく考えてみると、宇宙や神かわかんないけど、もしかしたら取り計らってくれているんじゃないかとさえ思えてくる。それだけ大小いろんな意味のある偶然が頻発する。醍醐味はここ。それに従って行動を繰り返していくと、間違いなく目指すゴールに近づいていく。そうするとね、人に対して優しくなってる自分に気づくんだよ。意識していないのに、またちょっとしたことに感動してうるうるしちゃうんだよね。この間なんか山田監督の弟の予告編、番宣、見て、うるんじゃった。体験談、ありがとうございます。いつも元気をいただいてます。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。